赤間神宮は山口県下関市にある神社である。旧社格は官兵大社。壇の裏の戦いにおいて幼くして亡くなった安徳天皇を祀る。江戸時代までは安徳天皇御影堂と言い,い、仏式により祀られていた。平家一門を祀る塚があることでも有名であり、前身の阿弥陀寺は耳なし法一の舞台であったが、廃仏希釈により神社となり、 現在に至る、上岸元年に阿弥陀寺として開白。文治元年の丹ノ浦の戦いで受水した安徳天皇の遺体は現場付近では発見できなかったが、赤間関に研究2年、直命により三影堂が建立され、県令門院ゆかりの2を奉仕させた。以後、直岸寺として数敬を受ける。明治の神仏分離により阿弥陀寺は廃され、 神社となって天皇社と解消した。また、歴代天皇陵の事情の終了後、安徳天皇陵は多くの伝承地の中から、この安徳天皇社の境内が、明治22年7月25日、議領として公式に事情された。天皇社は、明治8年10月7日、赤間宮に改称し、官平中車に列格した。昭和15年8月1日、 官兵大社に昇格し、赤間神宮に改称した。第二次世界大戦により、社殿を消失し、昭和40年4月に新社殿が竣工した。昭和60年、元平800年を機に、全国平家会が設立され、石川県和島市にある平野時忠の子孫、自国家にご分礼が侵入された。その際に邸内社が混流され、能登安徳天皇社の称号が授与された。 赤間神宮に伝わる襖絵、土佐更信室という、三田交通赤間神宮前バス手上げ者、ありがとうございます。